6年の水野ゆいです。ゆいの特技はリコーダーです。今から吹くので皆さん何の曲か当ててみてください。ちゃんが挑戦。お題は急に雨が、その時男友達が傘を差し出してくれた。そこで一言。じゃあ行きましょうか。カメラこれね。誘拐されるカメラ目線でいいよ。すいません。いやどうも。優勝。みんなひな壇仕上がってるね。すごいね。それでは参りましょう。スタート。あ、よかった。これ傘入って。濡れちゃうよ。一緒に入ろう。おお。いやー、素晴らしい。俺今日この収録終わったぐらいにもう仏門に入っちゃうかもしれない。いよいよ決行の時。Another big part of the Baby Metal experience are your promotional videos. So when you make those, what's that like? Has anything kind of crazy happened? Have you ever accidentally invoked a demon or anything like that? フランス人の方と一緒に共演させていただいたんですけど、ボンジュールって言って一緒に話せたので楽しかったです。Okay. テストとかで1位とかちょっといいなって思っちゃいますね。テストとかで1位とかもういいわって。そうですね、うらやましい感じが。羨ましい、あ、うらやましい感じ。そんな中水野さん目が死んでますけどそれは気持ち一緒なのね。そうですね、テスト頑張ってます。テスト頑張ってます。テスト頑張ってます。第149回テストでも大丈夫なんですか？OK です。もう3日に1回ぐらいやってるんだね、これ。多分そんな感じです。そう、年間にしたらね。メダルがいっぱい、同じメダルがずらーって並んで。メダル？メダル？また新たな。メダルがもらえる。大会だからね、これ。新たな言葉が。大会なの？うん。取っちゃうよ。もうおじさん取っちゃうよ。これ学院祭っていうイベントを10月頃にやっていて、それが2日間に当たってやってたんですね、うん、でその2日目の朝のなんかメイク時間の話なんですけど、はいはいはい、多分1日目の夜がちょっと疲れてたとかで、なんか夜遅かったとかで多分すごい眠かったんでしょうね、はいはい、でそれでゆいちゃんよく丸い椅子が大好きなんですよ、うん、で丸い椅子これみたいなこと、こういう椅子です、くるくるくるずっと回ってるんですけど、うん、それがすごいなんか背丈がすごい大きいやつ、これぐらいの椅子に座ってて、うんうん、でゆいちゃんもちっちゃいじゃないですか、うん、でしかもそこで多分相当眠かったのか寝てたんですね、うん、でプラスあとなんかペットボトルの水を飲みたかったらしくて、うん、ずっと飲んでたんですよ、はいはい、でそしたらペットボトルの水こうやって抱えて、うん、こうやってふんって寝たまんまぐる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 ずっと回ってて、かわいい、何それ、こんな高さでペットボトルってぐるぐる回ってでしょそれでなんか時々ちょっといたずらすらしてちょっと回るのを止めてみたんですよ一回、うん、そしたらなんかそうしたらゆいちゃんが起きてふんって言ってもう一回回り出して何その可愛いの、これは可能性すごいね。ひーちゃんはゆいを見て最初どんな印象を持ちましたか？ちっちゃくて可愛い子だなって思った。ちっちゃくないけど、でも。ダンスだったら誰にも負けません。
はい、ありがとうございました。光の天使ナンバー9のゆいです。ゆいの趣味はダンスです。お姉ちゃんたちと比べたらすごくちっちゃいんですけど、ダンスだったら誰にも負けません。ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、こんな感じです。最近の悩みは、毎日空を飛んでいると日焼けをしちゃわないかなってすごく心配です。日焼けした天使ってあんまりいないですよね。こんなゆいを応援よろしくお願いします。バイバイ。こんなトゲトゲつけて危ないよ。こんなん家ではつけないでしょ。つけないです。つけない。家じゃつけ。怒られる。つけてるって言わなきゃ。どんなライブなんですか。ちょっと見て激しそうですけども。ね、激しそうですよ。そうですね。ライブ中は神が降臨してるんですよ、私たちに。神が。はい、神降臨してるから、うん、なんかライブのことの記憶がないんですよ。うん、そうなんです。ゆいちゃんあるでしょ、本当は記憶。ゆいちゃんあるでしょ、記憶あるでしょ。あります。あります。あるの？あります。あるんかい。ゆいちゃんはあるの？記憶ない。あ、違う。ない。カリ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 すごい勉強してるよ、タカさんが。じゃあ U メタル恥かけんだろ。強いね。俺めちゃくちゃやってたよ今。じゃあダルマさんが睨んだ。睨んでるよ。おー、タカさん睨んでる睨んでる。じゃあタカさんで。よっしゃー。この時はどこまで進んでいいの。一歩です。一歩だけ。一歩。二人はすげー歩いてる。どれくらい。じゃあダルマさんが髪の毛振った。イエーイ。全然喜んでない。今の全然喜んでない。全然楽しんでない。そんな喜んでないじゃん。全然喜んでなかった今の。何よそれ。もうちょっとため息混じりにイエーイ。もう言うしかないイエーイ。私たちはフロントツーハンドを披露します。せーの。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃ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 ん。学校の中間テストがあって、さっき勉強しない方がいいって言ったんですけど、ちょっと勉強頑張ってて、学校を卒業したらテストもなくなりますんでね。その代わりまた違 う, こう社会 の,、うん、荒波に揉まれて、またこれは違う地獄がやってくる、うん、死ぬまで地獄なんだから。水野、水野これね、すごいです。かでもね、なんかおしゃれなんだよね、答えがね。こちらでございます。バッファバッファとかね。あのね、これ一応調べたんです、先生たちもね。もしかしたら発音よく言うとバッファはバッファなのかと。現地の人はみんなバッファって呼んでるのかなと思ったら違いました。バッファで正解でした。はい、バッファ惜しいですけど不正解でございます。掃除で使うこの道具の名前を答えなさい。これはですね、正解率高かったです。これね、簡単ですよね。これね、じゃあどうしようかな。磯野、これなんだ、これ。そう、はたきでございます。水野の答え、こちら。パフパフ。パフパフ。ニュアンスは伝わるよ、これ。何これ。やったらパフパフするから。お前んちの畑はパフパフするの。ピンクの感じでね。問い15。1万円札に書かれている人物の名前を書きなさいという、正解は福沢諭吉で、誰しも常識問題ですよ。水野の答えこちらです。ザン、福田さん。福田さん、私の1万円札には福田さんというおじさんが書かれています。誰ですか福田さんとは。いや、なんか福っていうのは分かってたんですよ。福沢諭吉の福だけ見えるの。世界三大美人というと、楊貴妃、小野小町と、あと一人は誰か答えなさいという問題でございます。水野の答え。卒業生。媚び売ってますね、これね。水野のこの汚さね、この卒業
三大美人は卒業生。思ったとしてもクイズだからポイント稼ぎの場じゃないんですよ。本当に自分が一番美人って思う。街こう、まあ、普段仕事とかでも、電車とか乗っててもいろいろ歩いてる時とかにも、前の人のリュックが空いてるのにすごくよく出くわすんですけど、ただこうなんかそれを肩とか叩いて空いてますよって言うのもどうか、発展しているのもどうかって思っていつもこうそのままにしてしまうことがあるんですけど、何かいい声のかけ方がもうそれが悩んで夜も眠れない声のかけ方が分かんないんですって。水野どうする、これは。でもやっぱり空いてたら物落としちゃうからツンってやって大丈夫です、チャック空いてますよ。水野のツンと雰囲気違うけどな、ツンで いきますかね。なんかなんだろう、友達みたいにバンって言ったらえってなっちゃうじゃないですか。だから優しくツンって言って、だいバッグ開いてるんで閉めましょうかみたいな。なるほどね、可愛らしさのポイントですよね。匂い強烈ね。ドキドキモーニングです、どうぞ。あれはい、そんな桜学院の皆さんの中ですごい特技を持っている人がいるそうなんです。特技、はい、はい、全員じゃん。じゃあ続きまして、はい、ゆいはちょっとプチ自慢みたいな感じなんですけど、プチ自慢、プチ自慢、ほっぺたがすごいプニプニしてるんですよ。でメンバーとかにもよく触られたりしてて、で聞いちゃった。で新しいね、これ。新しくないもの。いやすごい。こんばんは、チュートオブシャンネンプロデュース委員長の水野ゆいです。今日は最後なのでゆいたん頑張っちゃうよ、よろしくね。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にちょっと トマト好き、大好き、大好きだよね、はい、そのトマトの気持ちで無茶ぶりにも程があるっていう。あ、俺先生に怒られるかな。行きましょう行きましょう、時間もないことだしね。はい、かわいい。あ、もう最高だな。トマト何卒業まで声低いあと24日こぼわ。本当にあっという間すぎて自分でも全然信じられないんですけど、でも時間は待ってくれないんで、ねえ、卒業まであと残り時間を大切に後輩に伝えたいことは伝えて頑張りたいと思います。素晴らしい、ありがとうございます。待ってた？今見なかった、嘘。はい、中等部3年プロデュース委員長の水野ゆいです。今日も楽しんでいってください、よろしくお願いします。水野が変わり始めている。レア、さあ、じゃあそれでね、皆さんその顔を見ながらお別れいたしましょう、うん、では以上、桜学院の放課後学んでマンデーでした。また来週。水野さんどうぞ。怖い怖い怖い、もっともっと続けて、はいはい、みんなも手振って、みんなも手振って、白目、怖いよ、そんなの編み出してたのかよ。はい、イエス、Yes, yes. こちらのカメラに向かって一言お願いします。ファンの皆さんに、お母さんにでもいいよ。お母さんに、お母さん見てる、お母さん、お母さん、大きくなったよ、大きくなった。 Who is your favorite singer? Ariana Grande. Oh, mine too. Can you sing any part of any Ariana Grande songs for us? No. Who are your typical fans and what do they look like?
国によっていろいろなファンの人がいたりとか、本当にお年寄りの方から子供の方まで、そして男性女性、アイドルファン、メタルファン、全然関係なくいろんなジャンルが好きな方がいて。 So as a very rad and intimidating metal singer yourself, is there anything that you're afraid of? お化け。 Oh, ghosts! Me too! I'm terrified of ghosts. はい、前回のワールドツアーでのことなんですけど、私モアメタルの生誕祭をドイツでやっていただいて、海外で誕生日を迎えることなんてなかったので、すごく嬉しかったし、皆さんがお祝いしてくださって、ご飯も美味しくて本当に楽しかったなっていう印象が強いです。やってあげたらトマト君。見たことないんだよ。トマト君。ほら、トマト君。すいませんね。じゃあトマト君。やりなさい。じゃあトマト君。はい。なんじゃこりゃ。正直自分でもトマト君って全然何か分かってなくて、うん、今模索中なんで。ちょっと三月までにはかん、あ、もう三月だったー。はい、拍手。そしてどんなライブができるのか、私たちのライブは基本的にお客さんと作っていくものだと思っているので、私たちもすごく楽しみに。Are there any metal bands that you find yourself listening to? 最近は Bring Me the Horizon をよく。Bring Me the Horizon, okay, yeah, yeah. I like Marmosets. Oh, the Marmosets? Yes. Okay. Yeah, that's a good band. Punk? Punk? Deep Biscuit. Limp Bizkit. Oh, Limp Bizkit. Okay, wow.